メルグブデ様、子羊肉のパイ包み焼きでございます。待ちわびたいよ、持っておいで。うまい。君自身の味には及ばない。絶対残らず、そうしなくちゃいけない。あの、大丈夫ですか？なんでお前がここにいるんだ？お前の方から俺を見つけてくれたんだな。何のことです？これからこの国にいる竜を全部狩るんだ。手伝ってくれ、クリムゾン。人違いではないでしょうか。私の名前はエリザ・ヨークシアっていう設定。未来のお前がそう言っていた。お前は竜王クリムゾンだ。翼の血族の元血士、竜の神を殺そうとした反逆者、自分を含めた竜の全部を滅ぼすこと。理由は知らない。未来の俺たちが果たせなかったことを今度こそやろう。あなた、とっても失礼です。ラグナー、レオ貴様。あ、大丈夫？僕の言った通りだった。僕は一目で気づいたもんね。レオ、頼みがある。このまま町の人たちを連れて国境を越えてくれ。僕も一緒に行く。俺がこれからやることは危ないんだ。取り乱したレオは初めて見る。強くて大人顔負けの状況判断と行動ができて、俺が弱くて情けないから必要以上に強くあってくれただけの。最後まで守り通したいならもう甘えることは許されない。君のせいじゃないよ。竜より強ければ死なない。僕は強いよ。行こう。だけどもう一緒にはいられない。ダメだよラグナー。レオは弱いから一緒にいても死ぬだけだ。ラグナー。レオ、さよなら。